先着順となった初日、朝から多くのファンが詰めかけました。パンダ耳来たよ。東京上野動物園で去年6月に生まれた双子のパンダシャオシャオとレイレイの観覧がこれまでの抽選ではなく先着順となりました。開園前にはおよそ400人が列を作りました。観覧の列に並べるのは午後3時半までですが、混雑状況によって早めに締め切る場合があるということです。